カンガルードッグカンガルードッグは、オーストラリア原産のサイトハウンド犬種である。別名として、オーストラリアングレーハウンドとも呼ばれていたが、同じく、オーストラリア原産のストラスドゥンリンゴキラーも、同名で呼ばれていたため、現在はほとんどその名では呼ばれていない。なお、カンガールドッグという名前の、よく似たトルコ原産の牧羊犬種があるが、全くの別犬種である。歴史は古く、 オーストラリアに入植してきた移民が連れてきたイングリッシュグレイハウンドを元に作出された。オーストラリアの土着の生物はスピードが速く力も強かったため、イングリッシュグレイハウンドでは全く歯が立たなかった。そこで、イングリッシュグレイハウンドにアイリッシュウルフハウンドやイビザンハウンドなどを交配させることによってこの犬種は誕生した。エミューやヒクイドリ、ディンゴやカンガルーを狩るのに使われ、 最も多く狩る機会が多かったのがカンガリューであったためこの名前になったかつては雷重を駆除する作業犬として人気が高かったがオーストラリアの土着の生物を守る法律が制定されると仕事も減り現在の仕事は低い鳥とディンゴの狩りのみとなってしまったために数が減少し現在は絶滅寸前であるサイトハウンドのためマズル首足銅 尾が長い。コートは、やや長めの剛毛で、狩猟時は天候による影響を受けない。耳は、イビザンハウンドの影響で長い立ち耳になっていて、形状がカンガルーの耳に似ていることから、カンガルーイヤーと呼ばれている。尾は少し飾り毛のある、サーベルテール。毛色に制限はなく、体重は 36kg 前後で、イングリッシュグレイハウンドよりも重い。 筋肉質の体で体力が多くパワフルである。狩猟時は眠毛だが家庭にいる時はおとなしく素直な性格である。ドッグビドインフォセンターカンガルードッグの画像と解説ありがとうございます。